平成22年12月11日、菅総理は生活困窮者支援対策の現状を把握するため、東京都内のコンビニエンスストア、ネットカフェ、およびハローワークを視察しました。はじめに、住居・生活困窮者応援プロジェクトのためのカードが置かれているコンビニエンスストアを視察しました。次にネットカフェを視察しました。続いて東京キャリアアップハローワークを訪れ、職業相談状況、年内就職応援キャンペーンおよび就職支援セミナーの実施状況を視察しました。その後、利用者・支援者などと意見交換を行いました。視察を終えた菅総理は記者団の質問に、今日ハローワーク等の視察を終えられまして、まず、視察の感想と、それから年末年始に向けた雇用対策などの、はい、政府の取り組みについてお聞かせください。今日は大きく2つの、テーマに関連するところを視察をしました。一つはやはり困窮者といいましょうか、困っている方に対するサポートをですね、ハローワークでしっかりやってるんだということをまず伝えると。まあ、これはサンクスなどいろんなコンビニで配っていただいたり、あるいは漫画喫茶、あるいはネットカフェでですね、こういうものを置いていただいて、そういう困った方がちょっと目に止まってですね、いやちょっと自分もこれになかなか住むところがなくて困るなという時には、ハローワークにまず相談に行ってほしいと、そういうことを協力してくださっている現場をですね、見たのが一つです。それからもう一つは新卒者の皆さんに対する就職のこの斡旋というかですね、その体制についてどういうふうに進んでいるかを改めて見に来ました。半年ほど前に京都のジョブパークにも行き、またその間に、この新卒者支援のための特命チームを作りですね、で今日は厚労大臣や副大臣政務官ご一緒ですが、厚労省を中心にして、厚労省だけではない形で取り組んできました。で今日いろんな話を聞きましたけれども、そういう政策がですね、かなり効果を上げている部分もあるんだということがを感じました。もちろん今状況そのものは全体には厳しいんですけれども、例えばですがジョブサポーターの人を今倍増させました。それによって従来新卒者の人にとってはなんかこうハローワークというのはですね、もうちょっと年の上の失業した人が行くところだと、新卒者はあまり関係ないところだという思いがあった人が多かったわけですが、ハローワークでそういうジョブサポーターが、しっかりと相談に乗りますよというのが分かってきて、今日新卒者の話も皆さんの話も聞きましたが、ここに来て、具体的に就職が見つかったとかですね、親身になっていろいろ相談に乗ってくれたとか、あそこにお礼の手紙もたくさんありましたけども、そういう意味ではジョブサポーターの倍増を含めてかなりその効果が上がってきてるなというのが一つです。それから各大学のキャリアカウンセラーというのも積極的に増やすように進めてますが、この面でもかなり効果がありつつあるんだと、こんな感じもしました。それと同時に直接話を聞いた中で言うとですね、例えば新卒ではなくてすでに既卒というか卒業した人が3年間は新卒者と同じ扱いにしようというのをつい先日指針を変えたんですけれども、
まだ企業の方というか採用する方がそのことが伝わってないようなところもあって、既卒者と新卒者をこう分けてですね、既卒者はちょっとこの条件が厳しいみたいなのが残ってますというのが言われたもんですから、それはしっかり徹底していこうと。それからこのハローワークが新卒者に対してもしっかりしたことをやってるということ自体がなかなか伝わってない、まあ、このテレビやメディアでぜひ伝えてもらいたいんですが、まあ、場合によっては学生さんが一番目にするウェブサイトとかそのリクナビとかいろいろあるようですので、逆にそういうところにですね、ハローワークでもこういうことはやってますからというのを逆に宣伝をですね、バナー広告でも載せられればということで早速今検討してもらうように言いました、まあ、そんなことでその2つの大きな面で今日視察ができたことは大変有意義だったと思ってます。先ほどインターネットカフェの方にも行ってらっしゃいましたけれども、はい、インターネットカフェに行かれるのは初めてですか、総理は。いやいや、もう去年の段階で本当に何て言いますか、特に派遣切りが非常に激しかった頃に視察しました、まあ、その頃は従来短時間というかですね、まあ、泊まっても1日2日ということから始まったと聞いてますが、当時見たところはもう1ヶ月間そこにいるとか、中には住民票を取ることができるネットカフェ、そういうところも見てきまして、まあ、そういうところから今一生懸命ですね、そういうような派遣切りなどに対して、そうならないような施策をこの1年ほどかなり力を入れて取り組んできたつもりです。